第22章5節兄弟であり父である皆さん、これから申し上げる弁明を聞いてください。パウロがヘブライ語で話すのを聞いて、人々はますます静かになった。パウロは言った。私は、キリキア州のタルソスで生まれたユダヤ人です。そして、この都で育ち、ガマリエルのもとで、先祖の立法について厳しい教育を受け、 今日の皆さんと同じように、熱心に神に仕えていました。私はこの道を迫害し、男女を問わず縛り上げて極に投じ、殺すことさえしたのです。このことについては、大祭司も長老会全体も、私のために証言してくれます。実は、この人たちからダマスコにいる同志に宛てた手紙までもらい、その地にいる者たちを縛り上げ、 エルサレムへ連行して処罰するために出かけていったのです。六節から十六節。旅を続けてダマスコに近づいた時のこと、真昼頃、突然、天から強い光が、私の周りを照らしました。私は地面に倒れ、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか、という声を聞いたのです。主要、あなたはどなたですか と尋ねると、私は、あなたが迫害しているナザレのイエスである、と答えがありました。一緒にいた人々は、その光は見たのですが、私に話しかけた方の声は聞きませんでした。主よ、どうしたらよいでしょうか、と申しますと、主は、立ち上がってダマスコへ行け、しなければならないことはすべてそこで知らされる、と言われました。私は、 その光の輝きのために目が見えなくなっていましたので、一緒にいた人たちに手を引かれてダマスコに入りました。ダマスコにはアナニアという人がいました。立法に従って生活する信仰深い人で、そこに住んでいるすべてのユダヤ人の中で評判の良い人でした。この人が私のところに来て、そばに立ってこう言いました。兄弟サウル。元通り、 見えるようになりなさい。するとその時、私はその人が見えるようになったのです。アナニアは言いました。私たちの先祖の神があなたをお選びになった。それは、見心を悟らせ、あの正しい方に合わせて、その口からの声を聞かせるためです。あなたは、見聞きしたことについて、すべての人に対してその方の証人となるものだからです。今 何をためらっているのです。立ち上がりなさい。その方の名を唱え、バプテスマを受けて、次を洗い清めなさい。17節から21節さて、私はエルサレムに帰ってきて、神殿で祈っていた時、我を忘れた状態になり、主にお会いしたのです。主は言われました。急げ、すぐエルサレムから出て行け。 私についてあなたが証することを人々が受け入れないからである。私は申しました。主よ私が街道から街道へと回って、あなたを信じる者を投獄したり、無知で打ち叩いたりしていたことを、この人々は知っています。また、あなたの証人ステファノの血が流された時、私もその場にいてそれに賛成し、彼を殺す者たちの上着の番もしたのです。 すると、主は言われました。行け。私があなたを、遠く、違法人のために使わすのだ。二十二節から二十九節。パウロの話をここまで聞いた人々は、声を張り上げていった。こんな男は、地上から覗いてしまえ、生かしてはおけない。彼らが、わめき立てて上着を投げつけ、砂ぼこりを空中に撒き散らすほどだったので、 千人隊長は、パウロを平英に入れるように命じ、人々がどうしてこれほどパウロに対してわめき立てるのかを知るため、無知で打ち叩いて調べるようにと言った。パウロを無知で打つため、その両手を広げて縛ると、パウロはそばに立っていた百人隊長に言った。ローマ帝国の市民権を持つ者を裁判にかけずに無知で打ってもよいのですか これを聞いた百人隊長は、千人隊長のところへ行って報告した。どうなさいますかあの男は、ローマ帝国の市民です。千人隊長はパウロのところへ来て言った。あなたはローマ帝国の市民なのか私に言いなさい。パウロは、そうです。と言った。千人隊長が、私は、多額の金を出してこの市民権を得たのだ。と言うと、パウロは、 私は生まれながらローマ帝国の市民です。と言った。そこで、パウロを取り調べようとしていた者たちは、直ちに手を引き、千人隊長もパウロがローマ帝国の市民であること、そして彼を縛ってしまったことを知って恐ろしくなった。翌日、千人隊長は、なぜパウロがユダヤ人から訴えられているのか、確かなことを知りたいと思い、彼の鎖を外した。そして、 再市長たちと最高法院全体の召集を命じ、パウロを連れ出して彼らの前に立たせた。